400倍に拡大してます。はい、そうするとですね、でしょこれ、これとかこれとかこれとか、はい、明らかにこれ動いてますよね。はい、原虫がいます。これは治療しなあかんね。あ、本当ですか。それからあとその場で動いてるのが細菌なんですよ。はい、最近どうしよう、3匹ともいるかな。3匹仲良く遊んでる、遊んでます。チュンチュンと、あの兄弟、うん、なんか多分女の子同士だと思うんですけど、は一緒にお部屋に行って、もう1匹お兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんも一緒に遊んでるので、まずいですね、3匹連れてきた方がいいですか、ね。うん、そう、まあでも1人がいればみんないると思って一緒に飲ませた方がいいんじゃない。いいですか、うん、それでも飲ませます。ただただあの観察表を3人ともじゃつけてもらう。はい、すいません。そっか、原虫な、何ですかそれは。トリコモナスかジアルジアか、ちょっとそこはあの何かまではちょっとこれで見ただけでは分かりませんけど、はい、動いてますよね、この辺で見ると。すごい動いてました、なんかおもにょ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 、これ動いてる。これ、あ、これも動いてる。はい、じゃあ次ね、倍率をちょっと下げますね、100倍、はい、ちょっとライトの加減を調節して、でさらにもう1個下げて40倍、さっき400倍だけど40倍にします。そう、そこで寄生虫の卵があると分かります。はい、でも寄生虫の卵、海虫とかね、線虫類ね、はいはい、微小線虫の卵はないみたいですね。よかったです。次、よかった。未消化反応で、未消化反応があると黒っぽく紫っぽくなってくるんですけど、はいはい、これ見た感じのうんちはどうだったの。割と普通のうんち、割と普通のうんち、まあ少しここちょっと黒いかなと思うんだけど、はい、まあ、若干未消化があるかなと、うん、それはあの原虫のせいですかね、かもしれませんね。怖い。それかこっち、こっちはまあ脂肪の未消化で、脂肪の未消化があると赤く染まってくるけど、ないですね、赤く染まってる感じはね。ただ、原虫でもいるんだね。どうしましょう、なんか一緒に住んでたけど大丈夫ですか、一緒に。私すごい普通に娘たちと一緒にめっちゃ戯れてたんですけど、大丈夫ですか人間は。だからこれうんちから移りますよ、だから気をつけてないと人間にもさ移ることは。あ、やばい、どうしよう。ありますね、それはちょっとあの小鳥飼ってる小鳥に原虫がいたっつって人間の内科かなんかで相談してください。わかりました、うん、怖いですね、これは。家族4人とも危ないですね。はい、じゃあいいよ。